お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。 100% 新車感、シスイ成田空港店の江澤です。弊社では現在新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿って営業を継続しております。お客様にはお客様同士の接触を避けるために来店時間のご予約をお願いしております。また遠方等で来られ、ご来店が難しい方を対象に、ウェブ商談システムを、導入いたしました。スマートフォン、タブレット、パソコンから、簡単にご利用可能となっておりますので、ぜひこの機会を機にですね、ご活用いただければと思います。それでは本日の動画に移らせていただきます。本日私普段と違って車内からお送りします。で本日は雨天雨ということで、今回はちょっと私の愛車エスカイアハイブリッドを使用して、実走行のレビューの方をしていきたいと思います。本日、まずレビューしたいのが、皆さんお気になる方もいらっしゃると思うんですけど、ミニバンのハイブリッドは、どれくらいの燃費で実際走ることができるのか、というのを、ちょっとチャレンジしていきたいと思います。で本日はですね、私の、スカイハイブリッドの燃費の表記ももとにですね、実際にどういう風に運転したら燃費の方が上がっていくのか、お話しできればなと思っております。で今現在私の、スカイハイブリッドの燃費がこちらですね。平均燃費が 20.8 で今現在ほぼガソリン満タンでの状態です。でですね、こちらの方ですね、もうすでに 13,758 キロ、走行距離伸びてます。でちょうど1年ほど経った、車になっております。では実際にですね、ちょっと道路の方を走りながら、お話の方をさせていただきたいと思います。よいしょ、ではスタートしましょう。で本日はだいぶ路面の方がウェットな状態なので、こういう日はなかなか燃費の方は上がりにくいかとは思います。ただですね、発進時の走り方等で気をつけていれば、燃費の方はですね、高い数値を維持できていきます。はい、では行きます。まず、運転席側のですね、ちょっとモニター見ていただいて、今 EV モードついてます。今は電気の力で走ってます。で音が聞こえるかわからないんですけども、今モーター音のみの状態です。でまずここでハイブリッドのポイントは、早めのアクセルオフですね。前方が赤の状態であれば、早めにアクセルオフをして回生ブレーキを、していく形、これがベストかと思います。で、ハイブリッド車いかに電気を蓄えながら、距離を走っていくかになると思います。私も今燃費の方 20.8 キロなんですけど、現在通勤で往復60キロほどの距離を走っております。で以前は、短い距離往復10キロの距離でしたので、平均燃費が 17.4 から5がアベレージとなってました。なのでだいぶ通勤距離が伸びたことによって、平均燃費の方も伸びてます。で今ですね、継続して EV で走ってます。である程度のスピードまでは電気で走って、あとは
徐々に踏み込んでエンジンの力で加速をつけてきます。今50キロくらいですね。ある程度の距離まで行ったらアクセルオフ、よいしょ、ちょっと赤信号なので止まります。結構渋滞、車が多い時の走り方は結構難しいです。こまめに電気を使ったりオフになったり、結構激しくなってしまうので、その分、燃費の方、電気の方も無駄に使ってしまいます。で、ちょっとモニターに移ります。で、こちらの方が、走行時1分ごとの平均燃費が出されてます。で、まあ、大体10分間隔で、更新されてきます。で、ちょっとまたモニター変えて、こちらのモニターが、バッテリーですね。今どれだけバッテリーに蓄えられているか、今大体6、7割ほどの電気が蓄えられております。では出発します。で、初めは電気を使ってゆっくりと進みます。で、この時はまあ後続に迷惑のかからない程度になります。で、前方なかなか進んでないので今アクセルオフしました。で、徐々にスピードを上げていきます。結構この道路は混み合うので、こまめにアクセルオフを繰り返しながら進んでいます。入っていきます。で、 EV の、モードにならないときは、エンジンに頑張ってもらいます。で、どうしても燃費を伸ばすにはやはり距離を伸ばすのが一番かなと思います。街乗りで使うにはハイブリッド車ちょっと不向きな点が多々あります。どうしても車の走行の状態、渋滞等もありますので、街乗りには、不向きになるかと思います。で、まあ、どうしてもハイブリッド結構人気ではあるんですけども、やはりご家庭の、お車の使用状況に合わせた車の選び方というのを、まあ、私もサポートできればなとは思います。では発進します。はじめは緩やかにスタートします。で、だいたい EV モードは30キロ手前ぐらいまで使えて、そこからは、エンジンの力が発動することになります。だいぶ雨が強くなってきました。で、こういう直進でもですね、早めにアクセルオフをしてブレーキの力を借りて電気を蓄えます。それとですね、先ほどから私もブレーキと言っているんですが、ブレーキの方は踏めばいいというものではありません。で、ブレーキの方もある程度強く踏んでしまうと回生ブレーキの方が使えなくなります。なので、早めのアクセルオフをしてから緩やかにオフにしていただいて、で、ちょっとモニターの方を見ていただきたいんですけど、こちらチャージですね。こちらのメーターのこちらの振りの方が激しくもう下まで振ってしまうと
うまくバッテリーに、電気の方を蓄えられません。もうブレーキがメインになってしまうので、バッテリーにはうまく電気がたまらないので、振り切る前ですね、半分手前ぐらいのラインでブレーキを続けてると効率よく、電気の方が蓄えてくれます。なのでそうした運転心がけると早めのアクセルオフが基本となってきます。今これで先ほどと比べてもあまりバッテリーの方に変化がないので、今はうまくバッテリー蓄えられているかなと思います。で加速のところもですね、ある程度踏めてしまうとパワーモードまで、振り子の方が移動してしまうので、あくまでもエコ内でとどめていただいて加速していただく。で、ある程度加速までいったらアクセルオフして1回電気の力に切り替えてしばらく走ります。この繰り返しである程度の燃費数値の維持の方可能かと思います。で、この先ちょうど坂道があるんですけど、下り坂ですね。で、ここら辺はちょっと下り坂も多いので、そうしたところでも回生ブレーキを使用してうまく電気を蓄えて上手な、走り方をしていきたいところです。まあ、本当にご家庭によっては奥様が買い物で、使用するとがメインになってしまうこともあるかと思うんですけども、まあ、結構そうした街乗りですとハイブリッドの、特性がですねうまく力が発揮されない、そういったこともありますの、あります。なのでですね、ご購入の際はですね、まあ、皆様のどういった、車の使い方をしたいか、そういった希望に合わせてですね、最適なお車の方をお選びいただければと、思っております。またですね、別の車でちょっとこうした実走行の、動画の方がお送りできれば、また撮らせていただきたいなと思います。本日はですね、ちょっとお試しもありましたので、この辺で、動画の方を撮影終了したいと思います。また、皆様、ぜひ動画の視聴の方をお願いいたします。本日は、ご視聴いただきありがとうございました。